こんにちは、私です。2024年7月20日にマイク・タイソン VS 人気 YouTuber ジェイク・ポールが対戦します。この試合には賛否両論あるみたいですが、タイソンの修行の様子が公開されました。海外の人たちはどう思っているのか反応を見ていきましょう。最初の2ラウンドはあのガキにとって地獄になるだろうな。特にヘビー級でマイクの強烈なパンチ食らった時の反応が楽しみだわ。 W 編集なしでミット打ってる姿が見てえんだけどな。コンビネーションの間の3分間の休憩を全部カットしてるかもしれねえし、なしったこっちゃねえけどよ。ロイ・ジョーンズ戦の時のトレーニング映像公開された後にタイソンがローガンに次の日動けなかったって言ったのを覚えてるわ。ローガンは超ファンだと思って笑ったけど、タイソンはマジだったからな。気まずかったぜ W。 ちょっとどころじゃねえよ。タイソンはローガンが笑ったことにマジでイラついてたぞ W。 次の日だけじゃなくて、あの映像の後1週間くらい寝たきりだったらしいぞ。マジやべえな。まあでもな、公平に言えばあれはタイソンが長い間何年も運動してなくて体重もかなり落とした。 45kg 近く痩せたらしい子だったからな。俺が知る限りロイ・ジョーンズ戦以来タイソンはかなり継続的にトレーニングしてるし、今回の試合のためじゃなくて一般的にな。だから当時と今の体型を比べるのはちょっと違うと思うぜ。4年後だけどな。マジで何年ぶりかのボクシングの運動だったんだからな。その後のインタビューで今は毎日トレーニングできるって言ってたぞ。早すぎてフレームレートが追いつかねえんだよな W。 2020年のエキシビジョンマッチ見ろよ。まだボクシングできるじゃねえか。そりゃそうだろ。60歳になったら上達するのは当たり前だからな。 MMA よく見てる俺から言わせてもらうと、ペティスは落ちぶれてたし、155ポンド以上で戦うには小さすぎたんだよ。キックはボクシングより上手かったけどな。あいつが勝ったってことはカレーがどれだけ厳しいかを示してるよな。その通り。ロイ・ジョーンズジュニア戦を安心材料にしてるやつはロイがどれだけひどく落ちぶれてたかを全然わかってねえよ。ペティスは UFC 辞めるときには老いぼれでもろくて怪我しやすかった。お前が言うようにボクシングは得意じゃなかったし、145ポンドまで落として戦ってたしな。ロイがあいつに負けたってことはもうほとんど誰にでも負けるってことだよ。ロイは戦いもトレーニングも真剣にやってねえよ。ただ注目されたいだけなんだよ。モンテル、グリフィンとの2回目の試合以外は相手を傷つけようとしたことないって自分で言ってるしな。ロイがそう言わなくても試合見たやっこなら誰でもあいつをぶっ殺そうとしてたのはわかるだろう。だからもしタイソンがマジで準備してるならみんなびっくりするぜ。ポールが今まで戦った相手にはタイソンみたいな動きも防御もスピードもいなかったからな。この動画の60歳のタイソンはウッドリーアスクレンシルバディアス最後のヤツクユーリーよりも早く動いてるぜ。60歳でだ。どうなるか見物だな。あの試合が4年前だってそっとしとったと実感するわ。お前が言ったことには全面的に同意だわ。4年前とは言わなかったけど2年前だと思ってたよ。マジかよ。母俺もそれ聞いた時に全く同じ気持ちになったぜ。ジェイク、ポールも4年前にボクシングデビューしたんだよな。そうだよな。スポーツでも4年は永遠に等しいからな。4年間いなくなって辞めた時のレベルに少しでも近づいて戻ってきたら、それは信じられない偉業だと思うぜ。それを58歳でやるのを想像してみろよ。4年前のタイソンは全然よく見えなかったけど、信じられないくらい落ちぶれて、少し年下の相手よりはマシに見えただけだったしな。ああ間違いねえ。多分に3ラウンドは危ないだろうな。ジョーンズジュニア戦では気の骨使ってたらしいしな。 W複数ラウンドになるならポールが有利だろうけど、序盤のラウンドは間違いなくタイソンが有利だな。オッズ、この試合に勝者なんていねえよ。負けるのは視聴者だけだ。4年前のエキシビジョンマッチ、全盛期の選手でも4年で衰えるんだぞ。マイクは今や60歳直前だ。素晴らしい選手だったけど、お前のコメントはここで読んだ中で一番バカれてるかもな。 W ここで読んだ中で一番バカれてるってちょっと大げさじゃねえ。あいつが言いたいのは、2024年の今はもっと悪くなってるかもしれないけど、やりたければボクシングはできるってことだろ。車椅子のハンディキャップがあるわけじゃないんだからよ。なんてこった。あれから4年経ったのかよ。マジかよ。マイクがサンドバッグやミットに対して持続的な攻撃を仕掛けるのが見てえな。確かにまだパンチのスピードとパワーの 75% くらいは残ってるかもしれねえけど、何のためなんだよ。数コンビネーションのためにセリフを正しく言うのに何テイクかかったのかな。このデタラメに騙されんなよ。こんなのクソだわ。早い段階でこれがデタラメだと受け入れなきゃならねえ。やつらはこれを古代宣伝してお前を引き込もうとするからな。最後のマイクの目つきは俺をほとんど引きつけたけど、でも俺はまだこれに乗り気じゃねえよ。もうすぐ60歳だぞ。パッドを叩いてる姿はかっこよく見れるかもしれねえけど、それは実際の試合とは違うんだよ。そうだよな。俺だってパッドを叩いてる時はかっこいいけどよ。でもジムで最低のアマチュアに首をはねられるだろうな。 W マイク・タイソンには何かしらの磁力があるよな。説明できねえけど、俺も引き込まれそうになったが、デタラメな試合には乗りたくねえよ。西武の試合とか MMA VS ボクサーの試合とか、老いぼれボクシングレジェンドのエキシビションとか、もううんざりだわ。
本物のボクサー同士で殴り合わせろよ。今いるのはカネロフ・ユーリウシク・テレンス・クロフォードくらいか。5人思い浮かばねえよ。大抵のにわかは5人もあげられねえよな W。 俺は間違いなくにわかだわ。子供の頃にチャベスとタイソンの試合を見てたから、このスポーツに興味持つようになったオタクだしな。試合そのものよりハイライトや分析動画の方をよく見てるしよ。だから間違いなくにわかだわ W。 でも俺が言ったのは思い浮かぶ限りの偉大な選手5人の話で、今でも第一線で活躍してる選手の話だからな。ただ具体的に言わなかっただけだよ。他にも名前挙げられる選手はいるけど、メキシコ人の義理の父とよく一緒に見てるからメキシコ人びいきなんだよな。ムンギア、エストラーダ、ナバレテネリーがいるけどかなりいい選手だと思うわ。まあひいき目かもしれねえけどな。ジョシュア、ワイルダー、カレブ、プラント、デビッド、ベナビデスなんかも知ってるけど、今後も第一線で活躍し続けるかどうかはわかんねえよ。アンディ、ルイスみたいなランダムな選手も知ってるけど、あまり重要じゃないと思うわ。みんなマジでマイクが契約金をドブに捨てるような KO パンチ繰り出すと思ってんのかよ W。 そうだよな、編集しすぎててこれから価値のある洞察を得るのはマジ無理だわ。マイクがこれをやり遂げられたら最高だけど、残念ながら実現しないと思うぜ。何をやり遂げるって、これが事前に取り決められたドローに終わらないと思う理由でもあんのかよ。今のところ奴らはエキシビションじゃなくて正式なプロの試合を目指してるみたいだけどな。その場合事前に取り決めたドローだと関係者全員が詐欺で刑務所行きだろ W。 マジかよ、伝説的なファイターが還暦間近で30歳も年下の挑発クソ野郎と戦うなんてよ。どうやって成立すんだよそんなの。奴らは委員会に認可を求めてるんだと。つまりプロの試合を望んでるってことだ。認可するかどうかはお前や俺じゃなくて委員会次第だろ。フロリダなら認可されるだろうな W。 まさにその通りだわ。プロの試合だと言ってるけど金のためだけだろ。まあ2人とも頑張れって感じだわ W。 俺も聞いたことあるぞ。契約書にはノックアウト禁止条項があるらしいな。これマジなのか。ロイ・ジョーンズとのエキシビションみたいになるだろうな。多分そうだろうな。設定数で言うと行く禁止条項みてえなもんだろう。かなりつまんなくなるよな W。 18オンスのグローブとヘッドギアで戦うってマジかよ。枕投げじゃねえか W。 興味ねえわ。でもよもし12オンスでヘッドギアなしならどうだ。乗ってやるよ。ヘッドギアはねえらしいぞ。グローブはわかんねえけど、60直前のタイソンが27歳のジェイク・ポールに KO されるわけねえって思ってるやつが多いのはマジでショックだわ。俺はスポーツにかけたことねえけど、これならかけるつもりだわ。楽勝すぎるからな W。 それって八百長だと言いたいのか、それともマイクがやつをやる可能性はゼロってこと。マイクがやつをやる可能性はゼロだな。マイクはパッド打ちではよく見えるかもしれねえけど、もう還暦直前のジジイなんだよ。現役時代は偉大だったけど、今更若造と戦っても勝ち目はねえよ。でもよもしマイクが本気でこの試合に向けて準備してるなら、みんなびっくりするかもしれねえな。ジェイクが今まで戦った相手にはマイクみたいなスピードも動きも防御もいなかったからな。まあどっちが勝つかはわかんねえけど、見物だと思うぜ。年寄りのレジェンドと若造の YouTuber の対決だからな。ボクシング界にとっていいことなのかは知らねえけど、話題になるのは間違いねえだろ。視聴したら負けなんて意見もあるみたいです。皆さんはどちらが勝利すると思いますか？井上選手の試合もありますし、いろいろと楽しみです。ご視聴ありがとうございました。